はい、皆さんこんにちは。新馬 TV へようこそ。さて本日はですね、リクエストを結構いただきまして、商品の紹介だけじゃなくて開封して紹介してくれという話がありましたんで、とりあえず試してみようと思います。で、まあ何にしようかなと思ったんですが、やっぱり最初はまあドラゴンボールかなと。はい、それでは箱の方から見てまいります。これが表ですね。で、横、これはね、ドラゴンボールレジェンズのとのコラボフィギュアですね。カメハメハになります。で、これが裏面で、側面で、上から見るとね、こんな感じですね。箱もかっこいいですね。本当にかっこいいです。それでは開封してまいります。まあプライスなんで大体こんな感じですね。大きいです。重たいですね、やっぱし。で、中に入ってるのは台座、下半身、上半身、頭部。体感ですかね。手に持ったら分かると思うんですけど、まあでっかいですよね。この縦幅が約17センチですね。17センチ。ですんで、この足の開いてるカメハメハっていうポーズも、おそらく17センチの正方形っていう感じだと思います。まあ箱のイメージで、まあほぼ間違いないのかなっていう感じですね。普通ね、パッケージと商品って結構違ったりするんですよね。まあそうですね、昔のフィギュアはなんかちょっと違うよねっていうのが結構あったんですけども、そのものですよね。おそらく見ていただいて違うな。もうこれ背景変えればね、これできると思う。いや、まあバンプレストさん素晴らしいなと思います。この商品を開封してみてくれとかいうリクエストありましたらできる限りでやっていきますんで、コメント欄に商品入ったらレビューしてよみたいなことを書いておいていただければ幸いです。この動画見てやってください。もしこの動画がよろしければ、高評価、そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、新馬 TV 電脳よろずな2号館の動画をお送りしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。